皆さんご機嫌いかがですか。いぎみ商店が運営する時計修理工具収納のお店ユーマルシェです。今回の出演は僕いぎみんです。自称広報部長です。出荷担当のしーちゃんです。よろしくお願いします。ウェブ担当のペロです。お願いします。今世間では GoTo キャンペーンでにぎわっているよね。そうだよね。そうだね。行きたい。うんうん。ユーマルシェの商品にも旅のお供に最適なグッズがあるのでぜひ紹介したいと思っています。時計関連ってことだよね。旅のお供ってなんだろう。早速行ってみましょう。イエーイ。じゃーん。あー、時計収納ケースですね。普段って持ち運びの時どうしてますか。バッグの中に入れちゃったりかな。あー、傷つくのが怖いですよね。うん。そんな時にはユーマルシェの時計ケースはどうですか。ユーマルシェではいろんなタイプの時計用収納ケースを揃えています。ね、たくさんあって悩んじゃいますね。本当ですよね。うん。では一つ一つ紹介していきます。まずはこちらです。見た目がエクレアに似てるので私たちはエクレアって呼んでいます。中に入ってるのってクリーム。そんなわけないよ。イギミは食いしん坊だね。あ、こちら両方からクッションで挟んで固定できるので安心です。すごいですね。中なんですけども細いブレス用と太いブレス用で分けられています。こんな感じです。いろんな時計に対応できて便利だね。ですよね。メガネケースと同じぐらいの大きさなので持ち運びがすごい楽ちんです。とっても硬いので丈夫に守ってくれますね。荷物の中でぶつかっても平気だね。ね、簡単にクッションにつけてギュッてすればビューズもガラスも守ってくれて時計を持ち運べるよ。うんうんうん。続いてはこちら。お腹すいたよ。あ、ドーナツだ。美味しそう。で、美味しそうな見た目してますよね。私たちも見た目がドーナツに似てるのでドーナツって呼んでます。ベルトが折れないウレタンとか革バンドにも最適だよね。クリームじゃなくて時計が入ってた。この革バンドに沿ってしっかり支えてくれるから、うんうんうん、バンドの形にも合わせて時計を守ってくれるクッションがついています、うんうん、時計がちょっと大きくてはみ出ちゃってても上のクッションがしっかりギュッと支えてくれるから安心して持ち運ぶこともできてすごくやっぱり丈夫です、うんうん、ちっちゃくてコンパクトだからサバの中入れといても大丈夫かもしれない。イギミン食べちゃダメだよ。次はこちら、一本用レザーケースです。中を見ていただくと分かるんですけどベルベットになってるので風防を傷つけない構造になってます。これこんなにコンパクトなのにこんな大きい時計が実は入ってるんだよ。あ、これ厚み 22mm もあるんですよね。すごいしっかりしてるから、ね、出し入れがしやすいね、うん、どんな時計でも良さそうですよね、うんうん、なんかビジネスバッグとかにスッて入れられてて持ち運びも便利だし見た目もかっこいいですよね、うん、赤いステッチがすごいおしゃれ、うん、次はこちらです。すごい大きい。こちら黒マットの収納ケースになってまして中を開けるとスポンジがぎっしり入ってるんですよ。がっちりしてるね。すごいですよね、うん、こんな感じで中が丸いのでウレタンバンドやこういった革ベルトにおすすめです、うん、大きい男性用の時計にぴったりだね、うんうん、出張とかスーツケースの中に入れて持ち運びするときにそんだけ、ね、丈夫なら硬いですよね、うん、見てください。各辺が12センチで重さは 100g で小型なんだけど、うん、すごく丈夫なのが魅力だよね、うん、うわー、そんなに振っても大丈夫なの。見て見て中のクッション全然動いてないんだよ。本当だ。クッションに隙間がないから全然時計が動かないね。そうなんですよ。さすがいぎみのボックスだね。ね、本当ですよね、うん、時計をしっかりホールドしてるね、うん、やっぱりいぎみ、いぎみが乗っても大丈夫。続いてはこちら、
日本用の収納ケースです。これ革の感じがいいですよね。ね、すごいおしゃれ、うん、金のボタンになってるだけですごい高級感があります、うん、本当ですよね、うん、これペアのウォッチケースとしてもいいですよね、うん、見てください。男性用と女性用のペアウォッチを入れたり、2本予定が持っている方は2本同時に収納できるのも魅力的だね、うん、買えますよね。この中綿クッションは中の綿を出して調節できるから細い時計でもしっかり止められるよ。僕みたいに腕周りが細くても使えるんだね、うんうん、大丈夫だよ。イギミの腕このぐらいだけどね、うん、今までのケースと違ってクッションで挟み込んでるわけではないので激しい動きをすると時計が傷つく可能性もあるのでお気をつけてください。今ここにあるのは黒とネイビーなんですけど、これ以外にも赤もあってすごく人気なんですよね。赤って、ね、女性になんか人気がありそう。うーん、ケースの蓋を開けてインテリアとして飾っておくのもすごいおしゃれだね。うん、いいですよね、うん、こちらがジュエリーポーチです。色と形がいろんな種類あるね。可愛いですよね。うん、私たちやっぱりアクセサリーもつけるので、うん、持ち運びにこういうの欲しいですよね。旅行行った時とかに絶対外すもんね。そうですよね、うん、私はこのボルドーが好きなんですけど、しーちゃんはどれが好きですか？うん、私はこのちょっと今流行っているくすみカラーですね、うん、このグレーが私は大好きです。いいですね。イギミンはどれが好きですか？そうだな、僕はいつも持って歩いてる国産油を入れたいかな。そしたらこれがいいかな。結構大きいからいろいろ入りそうだね。この大きめのネックレスも入るかな。入れてみますか。おお、しっかり入りますね。おお、こっちの四角のケースなんですけど、中もスエードになってるのでアクセサリーを傷つけなくていいですよね。うん、縁のところの色がちょっと違うのが私は可愛いですね。ピアスなんてなくしがちなんていいですよね。私いつも絶対片方なくしちゃうから。わかります。探すのにも何時間もかかっちゃう。わかります。しーちゃんドジだな。お気に入りのピアスはなくすとすごいショックだからね。そうですよね、うん、これがあれば安心だね。うん、ね、これ入れてプレゼントとかにもいいかな。いいですよね、うん、もらったら嬉しいですよね、うん、そしてこれニューマルシェだと3つ買うと送料無料なんですよ。嬉しいですよね、うん、楽天ヤフーワウマで3つ以上お買い上げすればこれ送料無料になるの。そうなんです。お得ですよね。うん、すごいお得、うん、こんなにいっぱい色があったらね、3種類色違いで揃えて、うん、僕は6種類買うよ。すごい欲張り。今回は携帯収納ケースを特集してみました。気になる商品はありましたか？お店は概要欄から問えますので、ぜひ遊びに来てくださいね。お時計やアクセサリーの収納ケースも忘れず、GoTo トラベルしてくださいね。今日の出演は、自称広報担当のイギミンと、出荷担当のシーちゃんと、ウェブ担当のペロでした。せーの、ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。